関羽義博は、日本の銀行家。北海道銀行代表取締役会長。公益社団法人北海道観光振興機構、会長。北海道経済連合会副会長。札幌商工会議所常議員。NHK 経営委員会委員。次、娘の関羽さやかは、北海道放送アナウンサー。札幌市出身。先祖の関葉安高は、 津軽半々市で洪水を防ぐ席の番人を務め、川の氾濫を沈めようと自ら、人柱を志願したとされる。その逸話が、地元小学校の福徳本において取り上げられている。札幌市立伏見中学校、北海道札幌朝日が丘高等学校、法政大学経営学部卒業後、1979年、北海道銀行入校。入校同期に、 笹原明博第七代頭取や山川博之札幌ドーム社長がいる。入校以来、企画部門を長く担い、経営企画部経営企画室長、経営企画グループ調査役などを歴任。1997年の北海道、拓殖銀行との合併交渉では、実務窓口を務めた。2003年6月、 全国最年少48歳で代表取締役、東鳥県東鳥執行役員に就任。翌年9月、同銀と北陸銀行の経営統合によって、設立された北北、フィナンシャルグループでは副社長に就任した。同銀トップ在任時には、道内の営業店をくまなく回り、その取引先とも対話を交わした。また、北陸銀とともに、 横浜銀行との環状系システム統合や、アグリビジネスやロシアビジネスに力を入れたほか、カーリング等スポーツ振興にあたっては、自ら広告等を兼ね、日銀の知名度向上に一役買った。2010年2月財務省北海道、財務局国有財産北海道地方審議会、会長。2015年6月の株主総会をもって、銀行会長に退き、同時に、 北北 FG 会長は退任した。2016年6月、北海道観光振興機構会長、NHK 経営委員会委員に就任。2019年8月5日、同機構会長として、IR 誘致を北海道知事に予防した。北海道エアポート取締役なども務めた。ありがとうございます。